武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は愛知教育大学の入試について話していきたいと思います。愛知教育大学ですが、まあ、その名の通り教育学部、がある大学ですね。なので、基本的にはその教育の中で、まあ、教科が分かれていたりという形で、受ける形ですが、入試の科目自体もですね、メインで使う科目の配点が高くて、もう1科目、まあ、サブ科目というか選択でだったり必修だったりで、まあ、例えばあの数学が必修でもう1個、理科か英語で選択みたいなふうになったりという形で、まあ、2科目受験という形になっている学校です。で、センターのパーセンテージがだいたい6割前半から7割前半にかけて、まあ、これは本当に科目というか、教科で大きく分かれる、ところなので、まあ、あの自分の、ところだったらまあどのぐらいかなっていうのを、まあ、実際ボーダーなど調べて、見てもらえればと思いますが、基本的にやはりその、まあ、英語数学などの、まあ、主要科目の方が、はい、点数高めで、まあ、家庭科だったりその音楽だったりあたりはやはりセンターの点数もちょっと低めになっているという形ですね。では、そんな愛知教育大学の、入試の科目それぞれの勉強について話していきたいと思います。英語、数学、国語、日本史、世界史、地理、物理、化学、生物、そして総合問題、それぞれの科目自分が見たいものを選択してください。